スーツを着てくつろごう。メンズファッション TV。 皆さんこんにちは。大人の服装プランナー松はじめです。今日はですね、スーツはくつろぎ着だったという話をしてみたいと思うんですけども、まあ皆さんね、今お仕事でスーツを着ているって方が多いんじゃないかなと思います。遊び着、おしゃれ着として着てるって方ももちろんいらっしゃるかもしれません。特別な時、まあ、結婚式に呼ばれた時に着てるよと、他は着ないよって方もいらっしゃるかもしれないんですけども、今はきちんとした場面というか、きちんと見せるためにとか、まあ、こういうために着ることが多いですよね。ほとんどそうだと思うんです。海外を見ても、例えばサミットとか、まあ、議会を見てもね、基本スーツな国がほとんどですよね。はい、なんですけど、これ辿っていくとですね、実はもともと何だったのかというとですね、ラウンジコートという服だったんです。このラウンジコートって、ラウンジという、まあ、くつろぐような、ね、表現ですよね。ラウンジルームっていうところで着る服だったんですね。そもそもこれ英国の貴族ですね、ディナーになりますと、ディナーベルっていうのがね、召使いがいて、たくさん召使いがいてこうなるんですね。そうするとお食事の時はね、こう食事の服に着替えるわけです。何度も何度も着替えたということがね、言われていますけども、朝起きますとですね、ちょっと散歩をしようということで散歩着に着替えたり、お茶をしようということでお茶をね、飲むための服に着替えたり、乗馬をしようということで乗馬服に着替えたりっていう風にね、こんな風にいろんな服があったんです。で、夜は夜でディナーベルが鳴りますと、じゃあ食事だなということで、まあ、置いていくんですね。その時は塩ビ服を着るわけです。塩ビ服ってね、ちょっとこう今だと指揮者の方が着るような服ですけども、お尻のところが長いツバメのようになったスワローテールと言いますけど、この服ですね。今は日本フォーマル協会の定めでは夜の精霊装ということで、なかなか着ることって今だとね、ないかもしれませんけども、はい、この塩ビ服を着て食事をしてたわけです。しかも長いテーブル、映画とかでね、見たことがあるような長いテーブルで静かに食事しないといけないんですね。強いお酒も NG で、ゆっくり食事を楽しむわけですけども、そしてこの時はね、男性も女性も一緒に食事をするんですけども、食事が終わりますと、あ、やっとくつろぐ時間だよと、ラウンジルームってところに移動するんです。男性だけでね。そこで、まあ、チェスをしたりしたんでしょうね。それからスナッフという鍵タバコっていうのを楽しんだり、やっと強いお酒をここで飲めるんですね。飲んで談笑したり、まあ、時には情報交換してね、いろんな密約なんかがあったんでしょうか、わかりませんけども、やっと男だけでちょっとくつろいで話そうと、この時に長い塩ビ服着てたんだとですね、座りにくいですし、窮屈だし、くつろぎにくいんですよ。やっぱりあつらえでピタッとね、作ってましたから、うん、窮屈だと。じゃあ何かないのかっていうことで考えられたのが、スコットランドの This Size Jacket という、これね、作業着だったんだそうなんですね。仕事用の服ですね。作業着というか仕事用の服なんで、ちょっとゆったりしてたんですよ。で、ポケットもあったと。実用面重視の服だったんです。このディサイドジャケット、まあさすがにね、作業着着てますよとは言えないので、ちょっとね、ラウンジのこれコートだよと。この時はね、ジャケットというよりはですね、上着のことをどちらかというとコートって呼ぶんですね。そしてベスト、英国ではウエストコートと言いますけども、まあ、これもコートなんですね。そしてパンツは今でもそうですけどトラウザーズと言います。3つとも違う服を着てました。で、塩ビ服の上着だけ脱いで、この D サイドジャケット、ラウンジコートと名付けて、ラウンジだけならまあいいかということで、ゆったりした服を着てたんですね。これがこのスーツの始まりだと言われてるんです。いつしかですね、このラウンジコート、まあそろそろ上下、それからベスト、同じ生地でいいんじゃないかと。コストもかかるし、なんで別々の生地で分ける必要があるっていう風に簡略化してったんですね。略式ということで、まあそうだねと。じゃあもうベストも含めて3ピーススタイルで同じ生地でいいかってなったので、3ピーススタイルができたわけなんです。今だとね、3ピースのスーツすごく格が高いよねと
思われるかもしれないんですけど、もともとはですね、このラウンジコートを簡略化して同じ生地でいいかっていうのがスタートなんですよ。で、揃っているので、まあ、スートの複数形がスーツなわけです。まあ、スイートルームってありますよね。これベッドルームとかこのリビングルームが人揃いになっていると、揃っているのでスイートというわけですけども、まあ、このスーツもですね、スートが複数形になりまして揃っているからスーツということで、ラウンジスーツというものが生まれたわけです。それがまあほとんどこのスーツの形なんですね。これ1900年代初頭の話ですから、まあ、1920年とか30年にですね、主に長かったフロックコートっていうのが着られなくなりまして、こういうね短いスーツが当たり前になったわけですね。シャレモンたちがこぞって着たということもあるわけです。フロックコートなんかの時はですね、帽子もトップハットといって、まあ今シルクハットって言いますよね、角張った帽子ありますけど、もともとはこれビーバーの毛を使ってたんですね。ちょっと余談なんですけども、ビーバーって水生動物で、このビーバーの毛でね、このトップハット、シルクハットの前ビーバーの毛だったわけですけども、このトップハットが流行りに流行って、あまりにもビーバーを乱獲してしまうんですね。でビーバーが取れなくなったので、なんか代用できないものかって探してシルクになったと、まあ、似てるので、なんでシルクハットっていうものが今言われるようになってるんですけど、もともとはこれビーバーハイハットとかね、プラグハットとも言いますけど、こういうハットだったんですね。このハットもスーツになって、なんかちょっと硬いよねっていうことで、ソフトハット、今のフェルトハットみたいなものが登場するんですね。服に合わせて帽子とか、まあ、いろんなものが変革したんですね。ただその時から今もスーツっていうのは、まあ、多少ねボタンの数が変わったりとか、襟のこの太さが変わったりっていうことはいろいろありますけど、原型はほぼ変わってないわけです。逆に言うとね、そのぐらい完成された服なんですよね。このフォルムというか、男性をかっこよく見せるために設計された服というんでしょうか。くびれたウエストでね、背を高く見せたり細く見せたりとかですね、襟があるから相対的に顔をスマートに小さく見せたりとか、三角形がたくさん使われてるわけですね。このネクタイも逆三角三角と、襟も三角と、この三角をね並べることで美のバランスができていたり、胸のねここにもね胸マッシンとかを入れて、こうボリューミーにたくましく見せていたりとかですね、非常にうまくできてる服なんですね。なんで、まあ、スーツがね今着られなくなってきているとはいえ、やっぱり私はねスーツかっこいいと思うんです。本当に男性らしいというか、今女性の方でも着る方、あのちょっとこうボーイッシュに見せる時なんかにテーラードジャケット着るってありますけど、いやこんな時代だからって言ったらあれなんですけども、みんな着ないよとなってきて、ここでスーツをかっこよく着こなせると、むしろかっこいいと思うんですよ。引き立つというかね、はい、むしろきちんと見えるとかね、そういうことがあると思います。私もですね、まあ普段スーツをよく着ますけども、こうやってねスーツを普通に着ていくとですね、うわー今日スーツだね、どうしたのって言われることがあるんですよ。まあスーツのねサロンをやってますからねスーツなんですけども、きちんとしてるねーと、スーツを着るだけで言われると、これね魔法の服ですよね。着るだけできちんと見えると、こんな私でもきちんと見えてしまうという、ことで、ぜひこのスーツの持ってる魔法の力利用しない手はないんじゃないでしょうか。ということで、今日はスーツの起源などについてもいろいろ追ってお話をしてみました。この番組が少しでも面白いなと思っていただいた方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録をして一緒にセンスを磨きましょう。